皆さん、こんにちは、こんばんは。ファフィーと申しま話す。がある。あ、昴くん、始まっちゃっなんた。だ。俺はバナプールに行かなくちゃならん。アミータは基地にかかりっきりだ。お前に人質を頼みたい。大変だと思うが、基地を取り戻す前に人質を救出する必要がある。でもアミータ、基地は確かに重要だが、今は人質の命が最優先なんだ。ヒラットの市民の安全はゴールデンパスにかかっている。彼らを裏切ることはできない。人質を救出してくれ。はい、すいません。ご挨拶変なとこになりましたけど、ファフィーと申します。3回目ですね。前回はここバナプール、ゴールデンパスの拠点がパガンミンの軍隊に襲われて、それを撃退したところですね。人質を取られて基地もなくなったっていう状態で、アミータは基地を奪還しないとダメだっていう話で、サバルの方はまずは人質を救出するべきだっていう話をしてましたね。で、今サバルから連絡があって、まずは人質の救出に向かってもらいたいってことでしたね。まずは、そしたら結構遠いですね。人質の救出に向かいに行きます。武器をどうするかな。ちょっと武器だけ変えます。風に吹か。弾薬補給して、売却。皮が溜まってきましたね。真珠3本ぐらい買っときましょうか。ちょっとそろそろ武器変えます。これを買って AK と交換で、アタッチでスコープつけますね。これ確か1個しかつかないんで。で、サイドアームはシグネチャーのこのサンドマンを使っていきます。どうしようかな。ショットガンか、リカーブ棒に変えとこうか。タッチはリフレックスついてますね。よし。戦争じがゃあ始まった今ら、日はまだこうやって売り買いできちょっと今までよりはテンポ上げたいですね。人質が捕らわれてるのがここですね。ここに向かわないといけないですね。そこしれを。たら車があるかな？ああ、ありましたね。よし、これで一気に行きまーす。結構ほんと遠いですね。中途半端にあと川持ってんのが。使い切りたいんですけどね、クラフトで。よよよ。ちょっと待った。葉っぱが欲しい。ちょっとこれをもらって。で、1個できましたね。これで回復が4つになってるはずなんで。そうですね、ここから今日とりあえず、チュートリアル的な、ストーリーもそこそこ入ってるんで、そこまで進めれば一段落ではあるんですけどね。いちいち面倒くさい話を僕ずっとしてると思うんですけど、すいませんね。
でももうちょっとですね。車使えるとやっぱ早いですね。よいしょ。最低2人。もうちょっと上上がった方がいいのかな。ちょっと上からまたカメラで覗いてマーキングしてからの方がいいですね。4人の人質がいて最低2人助けなさいっていうミッションですね。いましたね。こんなもんか。もうちょっといた気がするんですけど、あとはちょっと泳い行きましょう。ほい。よいしょ。めんどくさいので上はなんかやってます。つからない感じなら逃げ切りたいですね。うわ危ない。ちょっとこの辺りにポイッと隠しといて、1人2人ぐらいいましたね。したか。マーキングするとミニマップにも出るんで分かりやすいですよね。さてこれで反対向いててくれてよかったですわ。ちょっと見られるとまずいので回収してよいしょ。裏にふいっと。これでこの上に2人いますね。最悪まあこの2人はどうにか無事にできるんじゃないかなと思うんですけど、ここはいないかな。嫌な場所にいるな。こっち側はいなさそうですね。さてどこの人か。人質がもっといい金儲けの方法があるはずだ。このまま行けそうですね。はい。この手のミッションって大体ステルス系のミッションってあんまり銃使えないですよね。死体見つけると一気に動き出すんで、ちょっと適当に見えなさそうなところに、よっこらしょ。あと何人かな。いなさそうですね、こっちには。これで全員かな。そこに一人見えてるだけなんで、ちょっとこの中覗いておきます。結構意外なところにこういて、終わったと思ったら大ごとになったりするんで。さてこのまま後ろからサクッといけそうですね。これで最後っぽいですね。それじゃあはい、あ、これで終わりましたね。人質は無事だ、サバル。父の名に恥じない働きだな、AJ。
で、解放してお金をもらうと。一人、二人。ここに来たら親父のためでも人助けでもない。お前の助けが必要だ。大活躍してくれたな。むしろ頼りすぎかもしれんが、ゴールデンパスに協力することがラクシュマナに通じる道だ。一緒にラクシュマナを見つけよう。わかったサバル。エイジェ、アミータよ。サバルから基地の奪還ではなく人質救出を頼まれたのは知ってる。でもいいわ、あなたは新入りだし、サバルは口がうまいから。役目を果たしたかっただけだ。いいことだけど、対局を見てほしいの。基地への人員は用意できていたんだけど、おかげで救出された人質を守るのに戦士の配置をやり直さないといけない。守るって何が？デプルールよ。自分のものを奪われて嬉しいはずがないもの。わからない、エイジェ。最初の計画はもう破綻してる。デプルールが片付くには時間がかかるわ。その間に基地の敵兵たちが防備を固めてしまう。俺が行こうか。エイジェ、一人で基地を攻撃するのは自殺行為よ。援軍が到着するまで待って。やってみせるよ。エイジェ、ダメ。はい、今度は、まあ、アミータに人質を助けたせいで基地が奪還できなくなったっていうことでちょっと絡まれましたけど、まあ、それなら自分がやるよっていう形になりましたね。そしたらちょっとどうしようかな。わわ、なんだなんだ。聞こえてる。よろしい、聞いているか確かめたかったんだ。何だったんだパガミ。まあでもだんだんなんか主人公もこのままこうゴールデンパスと共に行動する形になっていきますね。でこのキラナ市場ですね、ここに向かいます。これでいいね。スキルまたちょっと解放されてるか。11で取れるならここ取っとくか。この収穫人とハンティングシリンジのスキルを取りました。これで葉っぱが2倍取れるようになって、これ便利ですね。あのカメラいらずになるので周辺の敵をハイライトしてくれますね。うわ、なんじゃこりゃ。ちょっと突破します。出てて、あ、そうっすか、すみませんよっ。せっかくハンティングシリンジ取ったので、ハンティングシリンジは青い葉っぱと青と赤だったかな。これ拾いましょう。よいしょ。これはもうほんと便利なので、そしてパンクしそう。バクバク早く拡張しないとダメですね。赤は付近にはないのかな。ちょっとこっから行こうか。近くに赤い葉っぱがあったらちょっと取っていきます。ちょっと危ないな。そしてなさそうですね。もう下見えてますね。あの煙がある場所がだいたい基地ですね。でファストトラベルができるようになるので、基地を取ると、まあその基地を取るっていうことに関してのチュートリアルみたいな感じですかね、これ。ちょっと降りるか。滑るなよ。OK。赤い葉っぱはなかったですね。はい、基地のチュートリアル出ました。そうですね、警報器を解除すると
援軍呼ばれなくなりますね。よいしょ、いますね、たくさん。よいしょ、トロフィーがちょっといった気がするんですけど、あ、ちなみに基地の攻略は見つかって援軍呼ばれてクリアするのと、警報器を止めてクリアするのとで、一切見つからずにクリアできるので報酬の経験値が違いますね。これちょっと足らないかな。ここは、ここはあの結構このゾウさんを檻から逃がしてあげるともう勝手に暴れまくるんで、これで終わってくれないかな。ゾウさんめちゃくちゃ強いんで、おうおう、ちょっとついでにマーキングしながら1、2、3、4、おうおう、あと3人、あと2人、終わりましたね。まあ、ここは結構これだけで終わっちゃうんで、簡単っちゃ簡単ですね。動物の檻とか結構置いてあるんで便利ですよ。最初は人質、それに基地、人の話はよく聞いてないみたいだけど、これは認める。よくやってくれたわ。ああ、やるべきことだと思ったから。頼もしいじゃない。あなたが探してるのはどこ？楽しまな。ああ、楽な道じゃないわ。北部はとっくにパガンに取られてて、南部の私たちは苦戦中。骨をまくって母さんと約束したんだ。彼女の遺言だ。考えて、AJ。お母さんはあなたがここに姿を見せたらどうなるか分かっていたはずよ。モハンゲールの息子を戦争で荒れた生まれ故郷に帰ってこさせるなんて。石割は頭が良かった。あなたがここで私たちを手伝ったのは偶然じゃない。一緒に戦いましょう。ゴールデンパスに入れば間違いなくお母さんの遺言に応えることになる。ラクシュマナで散骨するだけじゃなくて、もっと大きなこともできる。本当に二人はゴールデンパスだったのか。そうよ、キラットを取り戻すことが目的だったの。これはお父さんとお母さんができなかったことをやり遂げるチャンス。じゃ、返事を待ってるからね。母さん、ここに残るみたいだ。はい、ひとまず、まあ、おっとっと、あ、コープか。まあ、チュートリアル部分と、まあ、導入部ですね。大きなお話が一つ終わりました。あれ、ここどこ？こっちか。まあ、その、主人公の AJ の父親のモハンと、まあ、今、お骨持ってますけど、石割は二人ともゴールデンパスに、まあ、参加していて、でその2人の、まあ、意思を継ぐべきじゃないかっていう話ですね。アミータは石割のことは尊敬してるみたいですね。よいしょ、まあ、AJ 本人も今の話の流れからすると、まあここでそのアミタが言ったようにゴールデンパスに協力することで父と母が成し遂げられなかったものをやっていこうっていう風な
決心を固めたんじゃないかなと思いますね。ちょっと雑な話になりますけど、これ警報機器ですね。そしたら、まあ、各ファストトラベルできる拠点はこんな感じで休憩できる場所が必ずあって、自動販売機がありますね。で、弾薬補給して、もう会えないかと思った。そうですね、これでマップでこの、あ、ちょっと見づらいですけど、このキラーナ市場とこの三角右向きが2個ついてるやつですね、こことバナプールは直接ファストトラベルできるようになりました。あ、そしてファッハーク登場ですね。ちょっとその前に、これモハンゲールの日記ですね、おそらく手に入れましたね、2冊目。ちょっと流れで見ていきましょうか。はい、あ、そうですね、1回目の話から、これはもう結婚したての時の81年の話から4年後の85年の日記ですね。そうですね、4年間の間に、まあ、この衛兵になって、まあ、希望に燃えてた頃のモハンゲールともう今の状況は全然違うみたいですね。まあ、これおそらく相手パガンミンじゃないかなと思うんですけど、そうですね、まあ、随分変わってしまったと。まあ、闘争が起きてると。まあ、外国人犯罪者たちに支えられ、まあ、外の人ですよね。で、アメリカ製の武器で武装していると。で、なかなかこの闘争が終わってないと。これ、パガミンじゃないかもしれないですね。ちょっとこの先の日記が手に入らないと。難しいかな。ちょっとここは濁しときましょう。すいません、せっかく撮ったんですけど。あ、人質救助か。ちょっとその前に、ちょっとここまでだいぶぐだっちゃったんで、この辺りの細かいサブクエストはまたちょっとまとめてやるようにします。先にちょっとコープができるようになるんですけど、そのために必要なのがこの H のマークのハークですね。よいしょ。終わっちゃった。おい、それマジかよ。もう出番ないのかよ。誰だっけ。おい、騎兵隊だよ。クリント・イーストウッドみたいに助けに来てやったのに。ハークだ。噂は聞いてる。行く先々連戦連勝だってな。だから来たんだよ。俺らが手を組めばゴールデンパスなんて一からだ。ぶちかましてやる。俺たちもゴールデンパスだ。あなたの言うことよくわかりません。あなたの言葉話せない。あの、王立軍なんて一からって言いたいんだよな。だって俺たちがゴールデンパスなんだから。え、本当？そういや、こいつら俺がゴールデンパスって言うたびに変な顔してたよな。なるほど。 OK、 次の作戦、先制攻撃だ。いいな。用意したら俺たち呼んでパパッと駆けつけるぜ。俺とか、ゴールデンパス、ゴールデンパスの仲間がな。俺たちもはやすでに盟友だ。いいな、分かってんな。ほら、パンチしろ。シャーン。
ブこんだけ上げてんのに勝てえな。まあいいや、ノロノロ運転でも目的地には着いた。そこは認めるぜ。じゃあまた会おうな。よし、行くぜゴールデンパス野郎。はい、コーププレイの、まあ、説明ですね。まあオンラインでコープができるんですけど、まあ今回はオフラインでずっとやってるんで関係ないんですが、あ、そうですね、傭兵もまあ NPC ですねが連れてこれるようになりました。まあ、さっきの、まあ、ファンキーでちょっと抜けてるアメリカ人なんですけど、ハークはシリーズやっとられる方は、まあ、また出たかっていう感じの人物なんですけど、まああんな感じですね、いつもトラブルメーカーというか。今回はコーププレイの時にその主人公のこの今使ってる AJ と AJ2 人いたらおかしいんで、まあ助ける方のプレイヤーがハークっていう形になりますね。まああの中で動き回るんですけど、まあ特に能力は変わらないんで同じ動きができますね。まあ有能なハークっていうのもちょっと変な感じがするんですけど、この辺は結構このシリーズだとあんまりそういう意味でのストーリー的な出番が少ないんですけど、3とかだとある意味こう本当のトラブルメーカーで面白いですね。まあこれちょっと話がそれちゃうんで、よかったら3もやってみると楽しいと思います。今日はどうしようかな、ちょうど30分前ぐらいか。ここで一応一段落は一段落なので、ちょっと時間が余った分で、これだけやりましょうか。あ、もう会えないかと思った。あ、人質救助ですね。これをクリアして、今日は終わりにしましょう。って言ったら結局また長くなっちゃうかな。スキルポイントもめちゃめちゃ溜まってる。まだいいか、決めとけばよかったな。これ取っとこうかな。結構ステルスプレイが増えるんで、このテイクダウンの特殊なテイクダウンを取っていくと自分は結構やりやすかったなっていうイメージですね。よし、ちょっとサクッといきましょう。いろんな動物がいるんですけど、ちょっと後に回しましょう。この周波数はラジオフリーキナット、ホストはラビレイならば、今日はアミータの話をしよう。恐れ知らずの重要選手、尊敬される指導者、そしてゴールデンパス切手のやり手だ。どうだったっけ。あ、これで切れるのか。まあ、あのベルタワーを解放すると今みたいにこうラビレイラーナっていう DJ がやってるラジオが流れて、なかなか内容もすごいいっぱいあってすごく面白いんで流したいんですけど、ちょっと後ろの音楽とかがどうなのかなと思って申し訳ないですけどちょっと切りますね。もしプレイされる方がいたらぜひ聞いてみてください。めちゃめちゃ面白いっすよ。あ、もうついちゃった。よいしょ。後で本人にも出会うことにはなるんですけど、結構こう
サブでからサブっていうか脇役の人の話とかも結構面白いんですよね。あ、いましたね。さっきのミッションと同じような感じですね。ここに行って、こんな少なかったかな。赤ハーブがあるとこれしなくてもいいんですごい楽なんですけど、ちょっとこっそり行きましょうか。あの辺りの中にいそうな感じしますね。この辺は結構うろ覚えですね。あそこ座ってんのか。 いましたね、やっぱり。見られる前にちょっとこの影にでも隠して、よいしょ。ここ通れないよね。通れないですね。回りましょう。反対向いてますね。パニクるな。ちょっと危なかったですね。おいで。これはちょっと中ならバレないかな。上から行くとそんなに捕まることないですね。これ大丈夫かな。ほい。葬儀に行って仮装の煙を嗅ぐと謹慎だけど、どうしても豚の燻製を思い出しちゃうのよ。入って、ほい。これでクリアですね。ちょっと待ってね。解放して。はいはい。俺にこれをどうぞ。これをどうぞ。あら、ちょっともうパンパンっすね。よし。そしたらちょっと変な位置なんですけど、ここで一旦ちょっと配信切って、ちょっとクラフトを進めておきます。配信外でですね、ちょっと皮がダブついてきたんで、バックパックもさすがにちょっと大きくしないときついですね。どうしても間で狩りしちゃうと、この間みたいにずっとまあうろうろしちゃうんでですね、まあ、その辺はちょっとサクッとやっといて、また続きのストーリーをやっていきたいと思います。でサブに関してはある程度ちょっとまとめてやっていこうかなと思いますですね。すいませんね、まあここまでちょっと長い動画ばっかりだったんですけど、まあ次回はストーリーメインでやっていきたいと思います。そうですね。うん、あ、そうだ、ベルタワーとか基地はまあ行きがけの分はその流れでやりたいと思うんですけど、そうですね、今の人質救助とかはちょっとまとめてやるようにします。まあ、いつやってもいいんでね。はい。すいません。なんだかんだで30分超えちゃいましたね。じゃあ、一旦、ファークライ4、うろ覚え実況なんですけど、一旦、今回はここで終了とさせていただきたいと思います。ここまでお付き合いいただいた方、ありがとうございました。またよかったら、続き見ていただけると嬉しいです。では、
この辺で失礼いたします。ありがとうございました。